とんでもないね、急座が。神の峰寺です。神峰寺、駐車場有料って書いてありますけどね。とりあえず行ってみましょう。軽自動車200円、5人乗り300円、300円ですね。とりあえずうどん屋さんがある。右側が神社行き、左側の門がお寺行き。こんにちは。こんにちは。これが門です。でかいなあ。あれ、なんかここの阿吽の像は新しいな。ずいぶん新しいな。これ運の人、新しい。門を抜けるとさらに坂道がありますよ。マジか。神の峰水、名水を飲みましょう。お寺さんに着きました。あれだって、落石があるって、崩壊もあるって書いてある。なんだろう、バスツアーの人かな。これ休憩ルームがある。休憩ルーム、畳の部屋で休憩できる。水があるけど洗顔禁止。鐘があるので鳴らしましょう。これが水ですね。神の峰の水、これが名水ですね。美味しい。さらっとしたね。さすが名水だね。参拝人数半端じゃない。これ階段を上ると、本堂がありました。弘法大師が導いてくれますから。やてやてあらやてあらそうやて。海が見える。お釈迦様の足跡だね。大師堂は空港不良、敷地不足税、空港不足税、敷地税。犯行御朱印並びがすごい人。お願いします。はい、27番目神の峰寺神社着きました。着きた。なんだこれ、狛犬の代わりに不発弾が、狛犬の代わりに不発弾が祀ってある。なんだこれ、戦車の弾。伝説の光る岩、夜光る岩、あと大災害の前触れが起こると光る、まあ、だから地震で石が砕けるときに、地震の予兆でちょっと砕けるじゃん。そうするとその衝撃で青白くピカッて光る。以上が神の峰神社。